おなす、ダニエルです、この動画がいつね、流れてるかちょっとわかんないんですけど、僕は、前回の動画の撮影そのまま続きで撮ってます。ちょっと疲れました、ということで、後半戦ということで、ここから3つか4つ、簡単トレーニングを紹介できればいいなと思います。前回はね、本当にもうストレッチみたいなそういうレベルのものだったんですけれども、後半は少しだけ、息が上がるものを、息が上がるというか、まあ、じんわり汗かくようなこともやっていきたいと思いますので、一緒にやっていきましょう。それではやっていきましょう。はい、こちらですね、これはさっきの肩甲骨プッシュアップと似てるんですけれども、肩甲骨プッシュアップよりも少し膝と手をの位置を近くに置いて、寄せます。これも肩甲骨と背中と腰も全部合わせて寄せます。その後全身でグッと伸ばします。この時体がしっかり丸くなります。グッ、沈めてアップ、沈めてアップ、沈めてアップ、このようにやっていきます。じゃあ続いては一応立って、ニーアップをやっていきます。ニーアップは足を上げることですね。本当は台があれば台使った方がいいんですけど、普通に床でもできます。まず右足を出して左足を上げます。で戻します。手の振りもやっていきましょう。そう、この時にももをしっかりグッと上げて一周止めます。あ、一緒になっちゃった。はい。さ、さ、反対側も。そうですね。こうか。一、二、さ、し、五。で、もし家にこのような台がある人は台の上に立って1、2、3、4、反対も1、2、3、4、5、このようにもも上げをやっていきます。大体片方15回ずつですかね。よいしょ。片方15回ずつを2セットやればいいかなと思います。はい、続いては下半身の軽いトレーニングです。またさっきのように横向きになって膝を曲げて閉じます。そしたら今度上半身は動かしません。このまま膝をしっかり開いていきます。いけるところまで開きましょう。この時上半身ベロンにならないようにここで耐えつつ足を開きます。1、2、これ上がるとこ開くところまで開いてます。3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、このように12回を片方12回を2セットやっていきます。あつ、さあ最終種目です。次は、どこかな、お尻を鍛えていきたい。横に寝転がります。で足は伸ばします。でこの時骨盤が前傾したりこう後ろに行ったりしないように真横に立てます。そしたらまず両足を浮かせます。でここから上の足を上に上げるんですけれども、上げるときにかかとを少し斜め後ろに上げていきます。グッ、でこれは勢いよく早く1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これを20回やってきます。これは足が細くなるのもあるし、お尻しっかり上げてると
聞いてるので、こじりにも聞きます。これはね、すごく地味なんですけど、僕も現役時代ずっとウォーミングアップでやってました。かかとを意識して少し後ろに引くイメージ。この時後ろ行きすぎても意味ないよね。自分で見て少しまっすぐより後ろに引けてれば大丈夫です。で、上げた時に自分でお尻触って効いてるか確認してみてください。これを20回やります。コロナの影響でね、なかなか家出れないし、とりあえずこれを出していきたいと思います。もう少ししたらね、非常事態宣言が、終わると思うので、そしたらもうちょっとちゃんとしたトレーニングとかも、上げていきたいと思います。本当はね、プールとか行って泳いだりしたかったんですけど、なかなか厳しいので、とりあえずこれで終わろうと思います。とにかく、皆さんも手洗いうがいだったりとか、感染予防しっかりやっていって、早くこのコロナウイルスを収束できるように、みんなで協力していきましょう。僕も今から、手洗いをして、家帰ってもちゃんと除菌をしまくりたいと思います。どうか皆さんお元気でお過ごしください。ありがとうございました。よし、帰ろうかな。